ハンスビルヘルム・ラングスドルフは、ドイツ海軍軍人であり、最終階級は、海軍大佐。1894年に、流言島のベルゲンに暮らす熱心なプロテスタントの家に生まれた。1898年には、デュッセルドルフに移住した。デュッセルドルフの家の林下には、ドイツ帝国海軍のマクシミリアン・フォン・シュペイ提督が住んでおり、ラングスドルフは、 中兵の影響を受け軍人を志すようになった。1912年、ラングスドルフは牧師になることを望んでいた両親の反対を押し切りキールの海軍水雷科学校に入学した。1916年、中尉に任官したラングスドルフは、ユトランド沖海戦に従軍し、二級鉄十字章を授与された。その後は総会作業に従事し終戦を迎えた。 また、時期は不明だが一級鉄十字章を授与されている。戦後は、ドレスデンに配属され、1924年に、ルートヘルガーと結婚した。1925年10月、陸軍と海軍の調整担当として、ベルリンの国防省に配属された。1927年に魚雷艇部隊の指揮官に就任し、1930年4月には少佐に。 昇進した。行政処理能力を高く評価され、1931年には、再びベルリンに配属された。1934年、前年に成立したナチ党政権から距離を置くため、会場勤務を希望するが、これを拒否され内地勤務に置かれた。1936年から1937年にかけて、ヘルマンベーム帝徳の幕僚として、 ポケット戦艦アドミラルグラーフ・主兵ペに上下にし、スペイン内戦に参戦した。1937年1月に大佐に昇進し、1938年10月にはアドミラルグラーフ・主兵ペ艦長に任命された。ラプラタオ機械戦で戦死した乗組員の葬儀に参列するラングスドルフ。ドイツ政府関係者や聖職者がナチス式敬礼をする中、 ラングスドルフのみが海軍式敬礼をしている。ラングスドルフの壮烈第二次世界大戦勃発直後の1939年9月24日に本国からの指令を受け通商破壊作戦に従事した。作戦開始10週間で9隻のイギリス船を撃沈したが戦時国際法を遵守し捕虜を紳士的に扱ったためイギリス人からは尊敬を集めた。 12月13日、ラプラタ沖海戦で損傷を受けたアドミラルグラーフ、主帝は中立国のウルグアイのモンテビデオに緊急避難した。この戦闘でアドミラルグラーフ主帝は燃料系統に致命的な損傷を受けており、長時間の航行が不能の状態にあった。修理には時間が必要であったが、ウルグアイはイギリスの影響が、 強く、また在ドイツ大使館からの4日以内の退去命令もあり、ほとんど未修理、未補給のまま出航せざるを得なかった。12月17日、総管に最低限必要な40人の水兵らと出航し、マスコミやモンテビデオの住民の中止する中で、アドミラルグラーフ主兵を自沈させた。ラングスドルフは、関と運命を共にしようとしたが、 乗組員たちは半ば力ずくで連れ出した。艦を離れる間、彼は物思いにふけていたという。彼は乗組員らとアルゼンチンのブエノスアイレスに上陸した。その後、アルゼンチン政府に乗組員のドイツ帰国協力要請を交渉したが、受け入れられず抑留された。12月19日、ラングスドルフは宿泊先のホテルで、 ドイツ帝国海軍時代の軍艦機をまとい拳銃、自殺した。ラングスドルフは、妻ルートへの最後の手紙の中で、このような状況に置かれた時、名誉を重んじる、指揮官なら、艦と運命を共にする。それが、当然の決断だ。私は、部下の身の安全を確保することに奔走していたために、決断を先延ばしにしていたと記している。 12月21日に葬儀が行われ、遺体は、ブエノスアイレスのドイツ人墓地に埋葬された。葬儀には、地元のドイツ人会や英独軍人、一般市民が参列した。元の陸民はこの時のことを、父を失ったかのようだったと語っている。アドルフ・ヒトラーは、ラングスドルフを臆病者扱いし、戦い抜くことをせず自陳した。 戦艦への期待は幻滅以外の何者でもなかったと、非難している。また、遺族にも十分な年金を与えなかった。ABC、ヒトラーの軍艦自鎮の真相、ナショナルジオグラフィックチャンネルカーユースベッカー松谷、賢治役、呪われた海2001講談社392ページ。ありがとうございます。